3分の2寝ようとする撮影ってじゃあ初めてなんでちょっとドキドキしちゃってなんか。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジのセットと瞬間です。はい、本日はマクドナルドがゲーム出したの知ってますか？知らないか、残念です。がかなりバズっちゃってるんですけども、こちらね、ポテト投資ということで。ポテト投資、ポテトをこうやって操作して、あれ昔なかった、この針の糸に通すよ。はい、これ1本通すたびに1本食わなきゃいけない。なるほど。ゲームでございます今回。でどのようにやっていくかというと、リトルマック3人入ります。はい、リトルマックで1位になったもの、そいつはもうリトルじゃないんで、ビッグマックいっていただきます。もうビッグマック行ったものはもうそれで勝ちです。今日は何残った2人はかなりリトルなんで、ポテト押しをやって、ポテト押しの記録が100本になるまで頑張ってやります。もちろんだから俺がポテト押しをやるたんびに負けた2人のうち反対側の人は1本食わなきゃいけません。なるほど。でそれをどんどん交代してって、どっちかが100本いくまでは頑張りましょうという企画です。もう無限で食えますよこれと俺。まあ俺も100本くらい余裕だと思いますけどね。おいおれおれパンチ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 おめえにおめえにもパンチ、こらこらこら返し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 パンチ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 ビッグマックさん、ビッグマックを一つ食べてください、お好きに。はい、そしてポテトは手伝いたい分だけ食べたい。あー気持ちよ。もうだってポテトは食べたいっすよね。普通食いにしたい。ただもうペースは己のペース。己ありがとう。我々はもうポテトを食べる。じゃあさやかさんが練習してる間は食べますか皆さん。あ、普通ハンバーガーもあります。普通ハンバーガー、僕らはリトルマックなんで。いや、ビッグマック食いたかったな。君こそがビッグマックです。ありがとうございます。あ、でもいける。あ、10本、12本でも100本いけんじゃね、普通に100本でいけると思うよ、普通に。そんなね、難しいゲーム性ではない、正直。あ、ミスター普通に16本でした。じゃあ俺が16本食います。なるほど。もう練習いけそうかな。そうだね。じゃあ早速いきましょう。じゃあ早速、すいません、ビッグマック食います。じゃあ早速ワンプレイ目いきますか。じゃあサイガスさん。あ、俺でいいの？連続で。じゃあ行きます。はい、スタート。通すたんびに行きます。うまっ。お、ちっちゃい。はい、1本2本。あ、やべえ。あ、2本しか通ってません。頑張ってよ。こんなんじゃ手伝えないよ、俺手伝いたいのに。すいません、さすがに私リトルだな、リトルマック。サイガスさんより上手いです、ちょっとやったんで。これね、まあ正直こうやっていい感じに連打すればうまく操作できます。あー9本です。まあ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 、これ100本いくわ。ポテトがなくなっちゃう。ポテトのサイズによってちょっと操作性が変わるでしょう。なるほど。これさ、長いやつはさ、ケツが当たってもダメなの？いや、大丈夫、多分先っぽだけでいけます。いいペースですよ。いけ、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 25本ミスらないな。あ、やべえ。これ同時に食ったのとこれで26本でしょ。やべえ、100本いけるかな。いいんじゃない。だんだん短くなっていくよ。だんだんスピードアップしてるんじゃない。しかもおお、動く。あ、19本。食いたかった。1本おまけしちゃおう。俺の方が下手感がある。マジ
ちょっと俺あれなんで、オンラインで人前でやって、負けたら5本食うってのをやります、自分で。神の遊びしてるな。13、17、はい、14。あ、やべー、そのノンミス。14本、浜田さん終わりましょうよ、僕たち。これ50はいくわ、少なくとも。10勝で下がった。ワン、21。じゃあ、白さんはそれやめてもらおうか。普通に3人別々のことだ。はい、30。やばいって。40。大台来たよ。華麗に負けていく。結構なんか白熱するわ、これ。おお、やお。なんかレインボーモードになった。あ、50本超えたからかも。嬉しい。50本超えて失敗されたか。あー、細かった。さらに遅いよ。あー、62本です。俺お腹いっぱいだよ、もう。62今一緒に食ったよ、これ。62食ったら素晴らしい。やばいよこれ。まだシンカーに食わせてないからいけるかもしんない。エスケジュールメンバーシップ開始します。メンバーシップ限定生配信、ソロでもやります。専用ディスコードに招待します。メンバー同士でゲームしたり、僕たちともゲームします。幻の過去動画公開されるかもしれません。概要欄から詳しい動画が見れます。必ずチェックしてください。入れ。あーあああああああごめんなさい。あーごめんなさい。ちょっとむずいね。頭を揺らすまい。ラスポテっすよね、これ。ラスポテ。70本を超えてから食うようにしよう。結構思ったよりお腹やばいんで。まあポテトも足りないですしね。はい。50だ。マジ？ナイス。で、公開いっちゃおう。70突破？さすがにリアルタイムで食う。嬉しい、食えじゃん。80。頑張れ。自分途中から心臓がバクバクした。高血圧かも。もう無理、もう無理、もう無理。84だ。あと17本でした。あー、やばい。志賀さんも限界に来ました。やばい、めちゃめちゃ眠い。スパイカー来てんな。あ、これリセマラ。やっぱさっきのシルクレポーズがいいや、俺。これダメ。お手マラして。あ、来た。ポテサラ成功。ポテサラ成功でも何言ってんだよ、お前。リセマラみたいなやつ。46。45にして。うわぁ。48。あれ、これ、サイガスさん。初の、あ、やった49。レインボー？あ、50、初めての50。サイガスレインボー来ました。ジニアズラックで行っちゃおう、100本。うわぁ、普通に死ぬなよ。この回行きます、俺。完全に。あ、コントロール聞く人はやりやすい。あ、やべえ、その話してる場合じゃねえよ。あ、81。絶対に眠い、今俺は。やばいね。50だったら起こすから。頼む。そっから盛り上げてもらっていい？ギリギリは寝るわ。そっちの方がトータル。お前さっきだ、お前。マジ。寝ていいからね、そっぷーとかやめてた。じゃあ、それお前70とかでできる。お前、70超えて、ね、これ多分やめるわ、さすがに。あ、やばい。 I'm loving it。 3分の2寝ようとする撮影って。初めてなんでちょっとドキドキしちゃって、なんかやばい。20分後に生放送迫っている中やっています、これ。65。
進化起きた瞬間進化起きたなって思ったわ今ねえやばい進化は寝ても起きても関係ない俺が影響されることはないこのポテト氏寝てる方が記憶が追いやすいあ、起きたなって思った時ミスするかじゃねえ寝てたなめちゃくちゃ格好してたからいいよ寝てる方が、ね、何のふんふんですかそれは最後静かでやろうかな進化が起きないように俺ら進化にバレないように評価達成しようぜそっちがいいわ多分必要とかもやめとくわ進化を起こしちゃうから静かに行く、うん、が来る進化のやばい惜しい静かにできたのに64だまたお前らも入ってないわその通りです最後もうガチで寝ていいよもう100本になる時だけ起こすから送るようなまたおはようございます。無理でした。ポテトもなんか残ってはいます。すいませんけど。最後曲81、86ぐらいいったな一回。素晴らしい。達成ならず。なんかいけそうだけどいけねえな。これ多分結構もっとやってもいけないかもな。うん、100はなんか何回かやって運で1回たまたま全て噛み合っていけるみたいな。まあよくその喋るなんですか